はい、皆さんこんばんはオレゴントレール実況プレイへようこそいらっしゃいましたさあ今回なんですがおすすめに上がってる危ない火薬を遊んでいきましょうかものものしいタイトルなんですがカテゴリー的に言うとサバイバル悲惨な状況危険な探検に該当するんですね長さ1区間難易度達人の旅砂漠の暑さに負けず弾薬が過熱する前に できるだけたくさんホール砦に運びましょうとなっています行っててす行みよう通常のオレゴンを目指す冒険と違って今遊んでるねこの辺のミニジャーニーなんかはさちゃんとコンセプトがあってね楽しいですよね変化球みたいな感じがあってね今回はそういうデリバリー系の人たちなのかな仕事に戻りましょう熱波への対策年 荷馬車に積み込むのよこの暑さの中弾薬を放置できないでしょインディペンデンスでハリエットルイスアイザックが仲間に加わって以来エリザベスは次々と命令を出すようになりましたアイザックサボン内で水を汲んできてちょうだい次の目的地まで水を補給するチャンスがないかもしれないのよアイザックのサボり癖は今に始まったことではありません今いなくなったのがアイザック卑怯よ この暑さで水を切らしたら大変なことになるわ。稼ぎたいならこの弾薬をホール砦に運ぶのよ。一行の水が底をつけば居場所の荷物は加熱して爆発するでしょう。赤文字、赤太文字、加熱して爆発。出発よ。アイザック、急いで。今行くよ。<laughs> これで金持ちになれるわ。とにかくホール砦まで行かないと。 まあサボり癖言われているけどそもそもみんな平均よりもう器がねちょっとね少ないんだねアイザックはねスタミナのゲージがね水汲み大作戦でてて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 太陽が照りつける中一行は地図に記された井戸に到着しましたそんなとこに突っ立ってないでもっと水を持ってきて井戸の中に水がどれほど残っているのかは分かりませんが時間をかけて工夫すればいくらかの水を入手できるでしょう誰が井戸から水を汲みますか クミツン。そうだな。じゃあ、自己紹介のコーナー、行ってみようか。コネストがワゴンでございます。そして、水、飲料水が入っている樽、弾薬を冷却するために、毎日消費される。面白いね。で、メンバーは、銀行員のエリザベス、大工のハリエット・ドンカン、冒険家のルイス・ユーモラス、そして、罠漁師のアイザック・タイダ。 <laughs> 大変そうだな。もう最終的に結果的にリーダーになってしまうだろうな。こんな感じだとね。エリザベスがね。銀行員。そして、水、弾薬、冷却。こういうパソコンあるよね。なんかさ、赤太文字で書かれていたあれを見るとさ、こんなことを考えなくてもいいのかもしれませんけれども、なんかさ、この水にこうやって、 触れさせておく方が、かったりする <laughs> そんなこだわりいらないそんなこだここまで凝ってないここまで凝っていない関係ないかもしれませんがなんかやっておきたい。<laughs> で小麦粉をこう緩衝材のようにね挟んでいくみたいでねこうやってね楽しいな。 じゃあ、えー、誰が井戸から水を汲みますかルイスさん、お願いします。早くしてよ !6 時間経過。その結果ルイスはできる限りの手を尽くして、十分な量の水を確保しました。30が十分ね。OK。ー。てなことで、進路を選択。こちらは何ですか井戸。 今は使われてない古いな古井戸。ここから水を得られる可能性がある水は弾薬を冷やしたり加熱を防ぐために使われますなるほどねでそのクレヨンみたいな何ですかドラキュラ城にありそうなかつての弾薬隠し場でペース摂取量満腹うん16ポンドねペース的には17日間精力的で12日 過酷で9日なるほどねそうしたらどうなんだろうかなんか加熱しないようにするためには一刻も早く行った方がいい気もしますしちょっとの振動で加熱っていうかあの暴発してみたいなね心配はしすぎなのかなまあとりあえず10なのか着実でどうなるか見てみようか大丈夫そうだったらねペースを上げるみたいなね臨機応変に行こうか。 残っている水は100リットルだ。報告ありがとう。残っている水は95リットルよリーダー自ら報告を恐怖の砂嵐砂嵐に巻き込まれ一行の視界が遮られます息をするのもままならない状態です何も見えない一行はたまらず足を止めましたこれ以上無理をすると大変な惨事に直面するでしょう 思い出すな僕もね一時砂ぼこり砂煙がめちゃめちゃ多いエリアで暮らしてた時期があったんでねだからサッカーとかするとさやり終えた頃にはさもう唇と前歯がもうまっちゃっちゃ髪の毛も染めてるわけじゃないのに砂煙でもうまっちゃっちゃみんな <laughs> 良い旅でこぼことした道でつまずいて転んでアイザックは砂まみれになってしまいました だから自転車のチェーンもさ、そんな煙の影響ですぐダメになっちゃったりするし、洗濯物もね、よほどいいとこで暮らしていただいたで、外で干すのもね、大変だったと思いますよ。水汲み大作戦、くみつん。そんなとこで、つっ,ったったで、もっと水を持ってきて。だから、水もさ、あの、 たった1回しかない水分補給休憩の時にさみんな基本的にはさ蛇口って上向きにこうさされてるからさそこに砂ぼこりが溜まってるから <laughs> まんま飲むとね砂水を飲むことになるっていうねえっ、ー、とスタミナ的に言うとあ回復してるねじゃあじゃあアイザックあえてのアイザック行ってみる早くしてよ <laughs> 水プラス30でかした。どのぐらい持っていると冷却に十分なのかな出発時が100だったからね100前後が適切な量なのかな衛生状態マイナス1カラスを発見どうした何かが割れる音ロッキーロードアイスクリームですか違いますね トレイルの路面が悪いせいで、荷馬車の荷台と覆いが破損しているようです。現時点では完全に壊れてしまっているわけではありませんが、状況が悪化する前に破損部分を修復するべきでしょう。おじゃあ、大工のハリエット、お願いします。なんか嫌な音がしたよ。失敗 失敗した失敗報告ハリエットは懸命に作業を行いましたが2場所の状態を改善することはできませんでしただってもうこんな真っ暗闇だもの <laughs>、えー、積み直す遅くまでありがとうきっとあのリーダーがさうるせえから <laughs> 失敗以外許さねえぐらいうるせえからさ頑張ったんだろうなそれはわかるよ伝わってきたよはいろくな道具がないもんね あちょっと待ってちょっと待って気になるのがこのオレンジ色のとこにちょっとかぶってるのが見つけたよ一応ね関係ないかもしれないけど離しておこうんで1区間とはいえねホールトリディまでの距離が結構ありますね2 2 0キロ。砂から砂へ突然荷馬車は砂嵐に巻き込まれてしまいましたザラザラとした砂が肌にまとわりつきます もう無理だわ砂嵐の影響、威力が強まり、視界が遮られたせいで、一向は進行速度を緩めざるを得ません。一向は誇りと砂だらけになり、息を吸うのもままならない状態です。まさに神が与えた試練と言えるでしょう。まあまあ、でも僕にとって日常だったからね、この砂嵐っていうレベルのものではなかったとは思いますけども、ほぼ毎日ね、水まかないと竜巻がね、巻き起こってたからね、どうした 一個は朽ち果ててボロボロなった馬車に近づきました長く放置されてた馬車は今にも崩れ落ちそうですが回収できる部品があるかもしれません部品ね部品を使ってこの損傷を治すこともねできるでしょうけれどもそのリスクを負うべきかというところですねエリザベスにやってもらえばコーヒーパーティーで2マス行けると っていうのもあるけれどどうしようかな。でも、大工のハリエットに頼んだのがいいのか。じゃあ、一応大工のハリエット。車輪を取る。お願いします。名誉挽回。見たところ、使い物になりそうな車輪は一つしかありません。サンキュー。十分だよ。 行ってみよう。未知の土地。ちちゃんランド残っている水は90リットルだまあ、そこを尽きることはないと思うんですけれどもねその冷却に必要な分量っていうのがねちょっとねわかんないからどうした 放置された荷馬車から「カタカタ」という奇妙な連続音が聞こえてきます何の音かは分かりませんが中に物資があるかもしれません調べる価値はあるでしょうそうだなまあ10年前に遊んだオレゴン・トレール・セカンド・エディソンだとそのラトルスネークいわゆるガラガラヘビの、えー、性質・体質をお勉強学習させるためにそういう文言があったんだよなその 伝統を受け継いでいるとすればいつものそのワゴンパーツを取るバシャ、壊れたボロボロの滅シ車から物資を取るっていうのとちょっとなんか違う気がするんでね謎の音だから言いたいのはガラガラヘビの音これ日本語にローガライズされてるからカタカタだと思うんだけど英語だったらどういう擬音で表現してるのかが知りたいよなひょっとしたら本当にラトルスネークのねえー、とそのラトルっていうのはねあのガラガラって音なんだけど。 っていう言い方をしてる可能性があるからちょっと何と,とも言えないな何とも言えないな無視しようかそんなに困ってるわけじゃないからえー、旅を続ける一行は古びた庭車には近寄らず砂漠を進み続けました一行は物資が手に入ったかもしんないのと落胆しましたそんなさ保証何の保証もないものをさ失ったと思うよりかはさ 残ってる水は85リットルよ。墓穴を掘る。行く手に土の小山があり、かすかに砂ぼこりが舞っています。誰かが最近土を掘った形跡があります。物資をここに隠したか、あるいはあまり嬉しくないものが。なるほどね。どうしよっかな。でもさっきは無視したけど、そのラトルスネークのお勉強会を兼ねたイベントかもしれないっていうね。聞、え、き、ー 回避能力を発揮させたんだけど今回はちょっと、えー、掘り起こしてみようか下がったとしても多分モラルの部分だと思うんでねその記録ね、えー、小山を掘り起こす誰がやりますかそうだなもしこれ衛星状態を使うんだったらアイザックがいいんだけどもしスタミナを使うんだったらアイザックが一番向いてねえので、ね、<laughs> ってなってくると、えー、じゃあルイスどうした地面を。 掘るとそこには汚れたた衣服が埋ままっていましたなぜわざわざ埋めたのかは分かりませんが捨てたくなった理由は明らかです。はいどうも <laughs> 放置された物資、荷場車から落ちたものの残骸が厚い砂地に散乱しています。 エリザベスは辺りをを調べて貴重な物資を見つけました。エリザベスが見つけたのは薬草、服、道具、でかした、サンキュー、さすがリーダー。そしたら、早速、お洋服、うわー、ちょっと待って、これはテンション上がるな。いい仕事をしたな。んで、んで、えー、と、これが気になるんで。 これが気になるんで、えっ、ー、と、気になっちゃっておりますんで、ちょっと待って、ちょっと待ってね。検討するからね。はい。で、お洋服。トン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 ,トンと。そんなところかな。あとは、スタミナがね、一つ減ったら、 ハリエッドのスタミナが1つ減ったらコーヒータイムにしようかうん行ってみよう残ってる水は79リットルだ砂嵐に巻き込まれ一個の視界が遮られます息を吸うのもままならない状態です何も見えない 一個をたまらず足を止めましたどうしたアイザックが無気力になんだって激突突然荷馬車が大きな衝撃音を立てて止まってしまいましたどうやら車輪がぶつかったじゃあハリエットシャピコーン 4サンキュー困難な作業にもかかわらずハリエットかっこ大工は2場所の破損部分のほとんどを修理しましたやったぜそうしたらえっ、ー、といろいろ同時進行で起きたんですけれどもまずこのズズズの元を直しましてでこの落ちてしまった弾薬を。 銃弾を乗せましてでさらに茶碗に、えー、っえっとえっと無気力とか言ってるね無気力不快な環境に長くさらされたことに気ぃするすべ <laughs> ての性格的要素が低下ハーモニカを使用して気力を上げるなるほどねじゃあハーモニカパーティーの時間がやってきたかなうんじゃあハーモニカパーティーにしようか 花ハーモニカパーティーフン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 これで治ったついでに、えー、コーヒータイムにえっ、ー、とあエリザベスがまだ元気だってじゃあそれはちょっと保留だなうんこんな感じアイザック回復しました残ってる水は62リットルだ報告ありがとうアイザック 水汲み大作戦くみつんそんなとこに突っ立たないでもっと水を持ってきてと言っておりますけれどもえー、っとまあ元気なのはねエリザベスなんですがエリザベスかルイスだなじゃあまあルイスね早くしてよ <laughs> その結果取れた 15ほんのわずかな水しか確保できませんでしたそうか向き不向きみたいなのがあんのかなでこのドンキーコングみたいなな何ですか物資なくしたものや放置された物資を獲得できる可能性があるいいじゃんじゃあ上のルートだないずれにしても上のルートだねで,ででってでででででまだエリザベスがね 減減ってなな。いだね。エリザベスのスのタミナ減り待ちだな <laughs> かあまあそんなこと言ってないでこのタイミングでコーヒータイムにしよう砂コーヒータイムにしようそんな感じでんじゃあ行ってみよう残ってる水は72リットルよ いや結構距離あるな105マイルカビ発生前回の川を渡ったおっしゃったけど前回川を渡ったそんな下りは今回は見ていないんだけれども描かれてない前の冒険があったんでしょうねそうかじゃあえー、と4046結構だな処分しようまだ1 0 0キロぐらい残ってますからね 墓石の重み重苦しい空気でこちらは放置された物資散乱してますルイスは辺りを調べて服薬草道具箱でかしたぞルイスサンキューそうしたら服が手に入ったんで 新しいいお洋服タイムでございますそうだなじゃエリザベスいやハリエットいやちょい我慢するが <laughs> <laughs> ちょいが、いやここはね我慢とかじゃないエリザベスとそうだなえー、ハリエットにしとこうかこんな感じ 女性人にねお着替えをどうしたずずず壊れかけているぞ積み直しじゃあ道具箱を使って直しましょうで、えー、お水を積んじゃいましょうで薬草さんね薬草さんは使っちゃうが薬が一個あるからねから薬草さんを誰に使えますか 3、3、3。うん、アイザックに使ってあげよう。決めた。アイザック。どうぞ。で、えー、平均値的に言うと、そうだな。ルイスハリエットうん、いいんじゃない普段お仕事をいろいろしてくれてますんでね。あれ普通に道具箱で修理したつもりが。 なんかちゃっかりさ車輪使っちゃってんじゃんまあいっか平野の蛇まさかルイスが腕を噛まれた持っててよかったね薬、えー、っえっとえっと誰が治療しますかそうですねじゃあ大工技術の応用でシャピコーン 診察技術ゼロ <laughs> 診察技術ゼロだけど、大工技術の応用によってね、手当てしました。幸いにも完全に回復しそうです。それ本当にハリエットさんのあれななのかな手柄なのかな <laughs> なんてね、残ってる水は59リットルよ。どうなんだろう50半分ぐらいいっちゃってるからね出発時のね。ちょっと頑張って。 糸でさ、回収してると砂から砂へザラザラとした砂が肌にまとわりつきますもう無理だわとか言ってるよ砂嵐の威力が強まって視界が遮られたせいでスタミナマイナス2まさに神が与えた試練ちょっと待ってルイスがやべえなとはいえお洋服がねえなえー、っと待ってちょっと待ってねもうここまで来たら万全車にしとこうこうやってね 水組大作戦いってみようかなのでなのでなのでハリエット早くしてよ15か30とかいけるかなと思ったけどまあまあでもね減ってく一方よりかはいいよね 残ってる水は61リットル乾パンのごちそう一行は小麦粉が底を突きかけていることに気づきました気づいちゃったか乾パンを焼きましょうハリエットしかしこの提案には一行うんざりですそうだなでもなかなか通常のオレゴンを目指す冒険だと狩りが、えー、十分できちゃうんで乾パンを作るっていう体験がなかなかできませんのでここはやってみても面白いよね ってみようかかんぱんづりそうだねうん、全部いっちゃうよ2時間経過小麦粉を使ってパサパサした硬いビスケットが焼き上がりましたビスケット1枚あったらあったらジョリーと2人で半分こビスケットだ <laughs> 乾燥した硬いビスケットであまり美味しくありません でも、うぶぬち嫌いじゃないよ。こういうさ、ソルティービスケット、ソルティークラッカー大好きだよ。むしろこれを見ていたら、今ちょっと食べたいもん。<laughs> 食べたいもん。あ,あの、一個一個さ、こう、個包装されてて、個包装されてた中にさ、3枚、4枚入ってる、あれね。<laughs> 食べてな。この冒険が終わったら、買いに行こうかな。残ってる水は56リットル。ずつ、過酷な旅。 車体が大きく揺れましたでももう残りね9マイル見えてきました残ってる水は51リットルよ報告ありがとう最後の最後まで。 れれで金金持ちになれるわ。金じゃーい。デリバリーサービスホールトリデへようこそ到着を待っていたよこの荷物を持って砂漠を横断したとは大したものだな危険な旅にもかかわらず無事に到着してよかったよビックリマーク代金を受け取ってくれ取引できてよかったよ兵士は帽子を傾けて挨拶すると待ちきれない様子のエリザベスに代金を手渡しましたやったわ大金よ389円。 6ドルバンザーイ1人だけ喜んでるよ仕事に戻りましょうあれどうしたのみんな <laughs> みんなどうしたの <laughs> みんな踊りだしてよ「君だけにああ君だけに」みたいなおめでとうエリザベスは厳しいリーダーではありましたが終わりよければすべてよしと言います 弾薬をいっぱいに積んだ荷馬車は大変な苦労を乗り越えて無事ホール砦に到着しました大工クラスをアンロックしましたハリエッテさんですねそしてハーモニカー楽しかったな今回今回も、まあ、こうしてホール砦のねあのショップに並ぶんでしょうねあの我々が運んだ銃弾がね いやあ、面白かった。はい。そうしましたら、ここまでご視聴いただいて、本当にありがとうございました。またね、次も、えー、ジャーニーね、違うやつやっていきたいと思いますので、もう一つなんか、過酷なジャーニーのところにね、あったもんね、だからそちらをね、えー、次回は遊んでいきたいと思ってますんで、もしご興味がございましたら、また遊びに来てください。お待ちしてます。それでは、またね、さようなら、ありがとうございました。